んばんはです。やっほー、ありがとうございます。お風呂上がりじゃないんですよ今日はね。普通にこういう感じなだけです。最近ほんまにこの服着すぎて、プレゼントでもらったやつなんですけど、裏起毛の服がねこれともう一着しかないんですよ。だからねやばいと思って、あとね温まれるなんか上着もなくて、なんかね腕肩腕が出てるここまでのアウターならあるんですけど、だからマジで早く冬服をゲットしたいんですけど、あれが始まんないんですよ。なんだっけ、ブラックフライデーがまだだから、ブラックフライデーまで私は待っているんですよね、安くなるの。あさってとかだった気がするな。皆さん知ってますか、ZOZOTOWNのさ、ブラックフライデーっていつ？で今日は何をするかっていうと、断髪式っていうんですか、前髪を切ります。ちょっとだけ昨日切ったんですけれども、ちょっと足りないのでこれを切る配信です。前髪を切りながらみんなと喋る、そんな配信となっております。今回は前髪をパッツンにしたいと思います。え29日、ゾゾタウンいつですか。もう本当に寒いからさ、買いたいんですけど、冬服、マフラーも買いたい、マフラーも買いたい。なんかね最近アリちゃんとね一緒になんか洋服屋さん見た時にね、アリちゃんもねマフラーを狙ってたんですよ。で私もマフラー欲しいなって思ってるんですよ。どれだどれだ、切っちゃいけないやつを切ったら危ないので、適当にピンを取って。皆さん冬服もう冬仕様になってますか。みんなはさどれぐらい持ってます、あの羽織るものとか。だいたい何種類持ってる、なんか何種類か持ってさ、それをなんか着回すみたいな感じじゃないかな。やばい、のけだけ残った髪。どれぐらい持ってたらいいんだろう。今1種類しかない、2種類ギリ2種類けど、なんか全然あったまらない。あるけど結局着るのは1個だけ。え本当に 5? え5ぐらい欲しいよね、わかる。だから今のところまあ何か防寒できそうなのは1個あるから、あと4個あと4着、まあせめてあと2、3着は欲しいと思ってるところなんですよね。最近はまたパッツンの、なんか最近ん？ここ最近巻いてたんですけど、パッツンにしたいっていう気分になってきましたので、切ってます今。
明日の上着をどうしようか悩み中。でも結構寒くない？結構寒くない？どう？結構寒いから割ともうなんかあったかいのでもいい。でも私はまだ未だに暖房はまだつけないでいる。なんか11月でまだつけてしまったらもうなんかやばいかなと思って、もう2月とかやっぱ耐えれんくなるから暖房はまだ我慢してます。寒いけど全然つけたいけど我慢してる。でもなんかもう本当に朝起きるのがきつくなってきた。今日とかめっちゃきつかった。朝起きるの今日はいつもより早く起きたから、みんなからしたらいいかもしれんけど6時過ぎに起きた。みんなからしたら普通かも、みんなからしたら早起きだったからめっちゃ寒くて、あれぐらいの時が一番寒くないですか？時間帯だからね。そうでも我慢しました。10分ぐらい出るのを拒みました、布団から。どう？ね、そう朝が寒い。布団が私を離してくれない。そうなんですよ、布団にモテモテになっちゃう時期ですね冬は。やはりなんか冬、いやゆら多分夏より冬の方が、どっち派ですか皆さん、夏と冬。なんかうんパッツン切れた気がする、切れた気がします。みんなはどっち派？大体みんなに聞いたらね冬の方がいいって言うんですよ。なんか暑いのはどうにもできないけど寒いのは着ればなんとかなるって言っててみんなね。でなんか起きるのが辛いって言ったらなんかタイマーすればいいって言ってて、こんなに夏派がいる、嬉しい同士です。私も夏派。いやなんか暑いんだけどなんて言ったらいいんですか、なんか冬はすごい勝手に切ない気持ちになってしまう。そして冬はそう痛いの、耳とか顔とかも寒くて痛くて冬が好き。そうだいたいユラの周りの人はみんな冬の方がいいっていう、夏より。そうなの、寒い方が苦手なのに私はバリバリの冬生まれです。バリバリの冬生まれなんですけど夏の方がいい。なんか夏朝起きてミン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 って言ってるのがいい。なんかあと晴れてる日が多くないですか夏って。冬はさなんか晴れててもなんだろう、なんか静かななんて言ったらいいの、カーンっていう晴れってあんまないじゃん。まあ晴れてるけどなんかカーンではないじゃん。イラはカーンが好きなんですよ。カーンっていうのが好きだから。あとやっぱ起きるのがしんどいのが辛い一番。これはねどこにも行かないんですけど、まああとお風呂入るだけなんですけど
アイロンしたらどれぐらいになるかっていうのを調整してます。ゆらね、絶対この自分のコームを持ってるんですよ。いつもなんか公演とかの時に前髪を自分でやるのに、だいたいメイクさんとかも持ってくださってるんですけど、私はこのマイ櫛をいつもポーチに入れて自分の櫛を使ってます。どうかな、そうね、わかる。冬も眠いし、イベントは冬の方がかな。え、私ね、イベント系も夏の方が好きなんです。なんかなんだろう、できること。夏、春夏は、まあ、お花見でしょ。春で、まあ梅雨はちょっとあれだけど、夏はお祭りもある。あとなんだろう、あの海とかそういう冷たい系に行ける冷たい系に行ける。前髪今切ったんよ。そう、冷たい系に行ける。あとまあ、まだやったことないんですけど、私ビアガーデンっていうのやってみたかったんですけど、今年はできなかったですね。ちょっと機会がなかったですね。やり始めちゃった。なぜか後ろの毛までやり始めちゃいました。そう、あとなんだろう、まあとりあえず夏の方がいい。まあね、確かに冬もいっぱい行事あって楽しいけど、そう、冬はね、冬で私は個人的には行事がたくさんあるんです。だって毎月ケーキが食べれるんですよ。1月2月3月あ12月もだ。10月ぐらいから毎月月に1回ケーキが食べれる。誰かしらの誕生日があるんです、家族のね。だから10月はおじいちゃんの誕生日で、11月はいとこの誕生日で、12月はお母さんの誕生日で、1月はおばあちゃんの誕生日で、2月は私の誕生日で、3月は妹の誕生日。毎月ケーキが食べれる。確かに冬生まれ多いかな。夏生まれ、あでも半々ぐらいかも。半々ですね。そうだから。ケーキを毎月食べれるんですけど、なんだろう、そう、寒いのがとにかく苦手でもね、なんか最近暖房にタイマーがあるっていう知ってました？皆さんタイマー使いこなしてますか？私タイマー使ったことなくて、なんかその起きる、なんかその洗濯機みたいになんかその何時間後にかけてくださいみたいな感じで、何時間後につけるみたいな、そうなんか予約できるみたいな機能を知らなくて、なんかそれやったらいいじゃんって誰かに言われて、もう朝起きるのが本当に無理だから、それやんなきゃなって思ってます。どうしたらいいんだろう。暖房使わないってやば、それはやばい。でもなんか分厚い部屋とかってあったかくない？分厚い部屋なんて言ったらいいんだろう。
え、わかる。そう、暖房はね乾燥するからゆらも寝るときはつけたくなくて、でもあの起きた時のね部屋がマジで寒いから。あとゆらはねいつも寝る前に服をね、次の洋服全部靴下まで全部用意してから寝るんですよ。その部屋の起きて、そう部屋の端っこぐらいのところにもう全部用意してるんですけど、次の日の服を。でそこ、ま、そこに行くのもに本当にベッドから 1,2,3 歩ぐらいなんですけど、もうそこに行くのまでが本当に寒くて無理だから、ちょっと明日からはベッドの真横に用意しといと思います。もう無理です。そう、私はなんか服に選ぶのにすごい時間を取られるっていうね統計が出たので、自分の中で。だからもうね、そっからはずっと準備してます、自分で。次の日の服、やば、髪伸びた。今ぐらいがベストですかね。自分も明日髪切って公園行くって。お、いいね。私は前髪を切りました。今さっき切った。そう、私の中の、そう、分析です。分析しました。分析の結果、私は苦手なので、洋服選びのに時間がかかるので。からは準備してます。あとね、自分の統計はいろいろ出てます。ちなみに言うと、あの服とかだいたい黒とか白ばっかです。黒とか白とかばっかり。持ち物も全部、カバンの中とかも全部黒と白ばっかりっていう統計も出ましたね。何なんでしょうか。まあ黒と白は王道ですよね。いけちゃん洋服のセンスめっちゃ好きなの。嘘、嬉しい。なんか私は本当に好きな系統がすっごいコロコロ変わるんですね。だからもう怖いって言われます怖いってよく言われる。なんか昨日までこういうのが好きって言ってたのに、次の日になったら全然好きじゃないって最悪、聞いてください待って、聞いて。ちょっとなえる事態起きた今ゾゾタウンで前に見てた帽子があったんですね。それが買おうとしたら売り切れになったんですよ。で、あ、売り切れになったって思ってショックって思ってたら、つい今日かな、もう一回見たら、もう一回在庫が入ってて、わー買えるって思ったんですよね。で今見たんですね。そしたらまた売り切れてましたとことんこの子とは出会えない運命だったのかも、はあ、とことんこの子に巡り合えません。どうしましょう。しかもね、もともと3990円のやつが 30% オフで2793円になってたんですね。買えばよかった。買えばよかった。なんか最近お買い物してて、ていうかなんかお店を見ててめっちゃ可愛いって思った帽子があってね、それを見たらね12000円とかだったんです。でゆら、なんかキャップはもう本当に毎日使うし、なんならもうなんか汚れてもいいぐらいの、なんだろう、勢いっていうか、なんかそのメイクした後とか、なんか髪の毛にあのスプレーとかついた状態で帽子かぶったりするから、なんか
おしゃれで帽子かぶるっていうよりかはなんかもう本当にボサボサ隠しのものなので、なんか安いものがいいんですね。安いものがいいからさ、なんかいやさすがにキャップに1万2000円はって思ってやめて、したら欲しいやつが安くなっててさ、別のやつで2700円だったからこれは買いたいって思ったら売り切れてた。ブラックフライデーまで待ってさらに安く買おうとしたらもう売り切れました。聞きないです。また入荷されるかな、どうだろう、どうだろう、入荷してくれないかな。お願いしますという感じで。欲しい、とても欲しいです。再入荷希望、再入荷希望すぎる。こういうのことありますか皆さん。あ、ちなみにちょっとなんか今再入荷希望で思い出したけど、名前入りのねビブス、レッスンでも着るようなあのビブスが販売されてまして、今で最近受注生産だったんですけど、違う最近数量限定的な感じでだったんですけど、受注生産に変わってビブスが、なのでぜひ皆さんゲットしてください。ビブスゲットしてコンサートで着てきてください。ビブス着てきて、なんかビブスは一つのね夢でもあったのでね。ぜひゲットしてきてください。まあ一番いいのはあれだよね、まあ、リバティエージもね絶対に出るのでさ、撮影終えたのでリバティエージの服着てビブスも来てください。見えないかもしれないけど、見えないからまあどっちか、リバティエージのね服も着たいな、あれめっちゃいいんですよ、みんなにも早く着てほしいなっていう感じで。うん、何分ぐらい配信したんだろう、あ20あ10ん8時からやったのか。じゃあもうちょっとしたらランキング読む、30分とかそれぐらいにします。最近さ早寝にハマってて、みんな早寝ってめっちゃいいよ、みんなも早寝して。まあ早寝って言ってもいつもが遅すぎたんですけど、そう、お明日の声よろしくねって、嬉しい、待ってます。明日はねお昼が生誕、リオツーの生誕で、夜が愛子の卒業ですね。そうなんです、プライベートアカウント大何それ、うん、遅寝早起き、それはダメだな、明日チケット外れました、だって22時に寝るよって、早い、じゃあもうお風呂とかも全部終わったってこと、早いね。
うわー、それが本当の早寝かも。それは無理だな。ゆらの今日の目標は今8時でしょ、11時半11時半かな。明日昼夜行きます。お、待ってます。そう、明日は暖かくしていかないとなんですよ。野外だからね、大気が。事務所との噛み合いです。何のこと何のこと、本当に分かんない。明日4時半起きです。4時半に起きます。なんで。みんなお仕事ってことよね、普通にお仕事でってことよね。それやばい。待って、それ9時間睡眠できないね。4時半に起きて9時間睡眠するなら、7時とか寝なきゃいけない。やばい、それは無理だね、9時間は。まあでも10時に寝たら6時間は寝れるのか。お疲れ様です。明日そんなに寒いのって。いや、わかんないんですけど、でも夜まで あるし、あの大気がテント、あ、なんて言ったらいいんですか、あのなんですよ。だからちょっと明日あったかいやつにしよう。うん、今あるあったかいやつを着ていく。絶対に寒いからね。ね、暖かい格好してね、皆さん。なんかね、私天気のアプリにね、あの全国ではないけど、天気のアプリに沖縄と北海道も入れてて、全然住んでないけど、天気のアプリに自分の住んでるとこ以外も入れてるんですよ。東京も入れてるし、福山、あと待てよ、東京、広島、福山、下関も入れてる。下関、大阪、北海道、あとユニバーサルスタジオジャパンのあのあれも入れてます、天気。あと沖縄を入れてて、沖縄だって今20度あるんだよ。でも北海道は今マイナス2度なの。こういうのを見るのが楽しいです。え、同じ日本でも全然違うって、全く違う。こういうのちょっと見てます。やばくない？沖縄20度あるの。ちなみに今広島県7度ですね。東京12度。全然推しが住んでるとことかじゃなくて、あの北と南、そう、日本の上と下の天気も入れてる。こんなに違うのかって思うのが面白くて。そう、あ、やばい、30分過ぎちゃった。よし、じゃあ終わりまーす。充電大丈夫？ 10%。
10% です。終わります。そう、私ね、早くブログじゃない、間違えた、ファンクラブのね更新をしたいんですけど、全然できてなくて本当に申し訳ない。します、今週中します。申し訳ない、皆さん。沖縄のエアコンに暖房ない、え、それ本当？でもなんかほんまっぽい。配信ありがとう、ありがとう、こちらこそ。今朝5度だったって。にゃー、そう、朝が寒いんだよね今日ね。今年初白い息が出た朝、感動しました。これから花金のスタバに行きますって、最高。花金のビールとかじゃなくて花金のスタバなんだね。明日の昼よりよろしくですって、よろしく。息が白くなったらもう冬の始まりって感じで、はい。じゃあランキングを読みたいと思います。皆さんギフトもありがとうございます。最近はクマがいっぱいですね。ありがとうございます。ランキング読みます。13位そらさん、12位武田つおさん、11位ゴルシさん、10位スギちゃん、9位モケさん、8位タクニーさん、7位ホリヤモンさん、6位コウタさん、5位キニくんさん、4位てっちゃんさん、3位ネギッショーさん、2位シミトさん、そして1位はトゥルルトゥン中崎の旦那さん、ありがとうございます。いけいけ、こうこういけ、こうこう、今日も中田氏の旦那さんは生きてるよ、ありがとうございます。それではそれでは終わりたいと思います。お、ゆあちゃんビブス注文しましたらって、嬉しい、ありがとう。ビブスゲットしてね皆さん。今後レッスンもあのビブスでやるんじゃないかな、きっと。私たちもお揃いにしましょう、ビブス皆さんもじゃあビブス着てお家でなんか練習、なんて言ったらいいな、運動とかしてみてください意味わからん。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。皆さん暖かくして寝てください。暖かく、暖かく、そう、皆さんも筋トレしてください、ビブス着てありがとうございました。それではそれでは、おやすみなさい。じゃあね、バイバーイ、ありがとうございました、おやすみなさい、またね、バイバーイ、おやすみなさい。